赤外線写真。赤外線写真は、近赤外線を撮影した写真である。サーモグラフィーが、遠赤外線を撮影するのに対し、赤外線写真は、近赤外線と若干の可視光線を撮影する。言い換えれば、赤外線写真で撮影される光の波長は、約700ナノメートルから900ナノメートルである。撮影の際には、通常、赤外フィルターを使用する。 このフィルターは、可視領域の波長の光の大部分を遮断するもので、あり、黒か、深い赤色をしている。赤外フィルターと、赤外写真用のフィルムやセンサーを組み合わせると、疑似色彩写真として写ったり、時には、ウッド効果と呼ばれる写真を撮ることができる。ウッド効果が明瞭に現れるのは、植物の葉である。赤外写真で、この葉や草を撮ると、 あたかも雪が積もっているかのように白く輝いて映る。この効果はクロロフィルからの近赤外線の反射によるものであり、自家傾向の影響は小さい。赤外線は散乱、レイリー散乱やミー散乱が起こりにくいため、通常の写真より空が暗くなり、大気の靄が映りやすくなる。空が暗くなるため、それを反射しての水面からの赤外線も減り、 雲やモやがより明瞭に撮影されるようになる。また赤外線は人物の皮膚数ミリメートルに浸透してから反射するため肌は白っぽく映り目は黒っぽく映る。写真フィルムの観光材であるハロゲンギ銀、エマルションはそのままでは赤外線に対する反応性が低いため20世紀初頭まで赤外線写真の撮影は不可能だった。 赤外線写真を撮るためには増感色素として染料を入れなければならない。赤外線写真は1910年ロバート・ウィリアム・ウッドによって初めて発表された。その際、後に彼の名が入ったウッド効果と呼ばれることになる現象についても言及されている。ウッドの写真の撮影には非常に露出時間がかかるため特殊なフィルムが使用された。 ウッドの実験は、ほとんどが、風景撮影であった。赤外線高感度写真看板は、第一次世界大戦の空中写真撮影を、目的として、アメリカ合衆国で開発された。技術式際赤外線写真、工術の撮影は、1960年代に、コダックエクタクローム、赤外エアロフィルムタイプ8443が、発売されたことで、 広く行われるようになった。1960年代、著名なアーティストたちが赤外線写真を好んで採用した。ジミ・ヘンドリックス、ドノバン、フランク・ザッパ、グレート・フル・デットラは自身のアルバムの表紙に赤外線写真を使用している。赤外線写真の奇妙な色や雰囲気が1960年代後期のサイケデリックな美意識と合っていると感じられたためである。 赤外線写真では容易に奇抜な表現ができるものの、エリオチオルなどのように白黒赤外フィルムを繊細に用いる写真家もいる。マニュアルフォーカス 35mm 一眼レフカメラや中盤の一眼レフカメラのレンズには赤外線撮影用のインデックスマーク、IR インデックスマークがついている。赤い点、線、ひし形、R 記号など様々である。 ピントを合わせた後に、距離指標をインデックスマークの位置までずらすことで赤外にピントがあった写真となる。可視光を通さないフィルターをつけると、内蔵露出計やオートフォーカスなどの機能が正しく使えなくなる。また、一眼レフカメラでは撮影レンズがファインダーを兼ねているため、フレーミングやピント合わせができなくなる。そのため、撮影には三脚を用意して、 フィルターを取り付ける前にピントを合わせておく必要がある。撮像素子から直接プレビュー画像が所得できるデジタルカメラではピント合わせは容易に可能である。綺麗な赤外線写真を撮るためには絞りを小さくして、例えば回値を回22ぐらいにするシャッター速度を遅くする必要がある。絞りを回2ぐらいで使う場合にはフィルターと フィルムに合わせてインデックスマークを正確に設定する必要がある。これは通常のカメラ用レンズは可視光線で使うことを前提としており、可視光線で合わせたピント位置が必ずしも赤外線におけるピント位置と一致しないためである。絞ることによって被写界振動を大きくするとこの問題を総告できる。内科のような一部のレンズメーカーは 自社のレンズに IR インデックスマークをつけていない。それは IR インデックスマークがうまく使えるのは特定の IR フィルターと IR フィルムを使用した場合に限られるからである。IR インデックスマークがついているレンズで撮影する場合にも事前に試し撮りをしてよく焦点の調整をするのが望ましい。レンズによっては 設計範囲以外の赤外光が散乱しやすく、撮影した写真のコントラストが弱くなる可能性がある。近赤外線は可視光より、わずかに波長が長いだけなので、ほとんどのフィルムカメラで赤外線写真を撮影することができる。遠赤外線写真を撮影する場合には、サーモグラフィーという特殊な装置が必要となる。工夫と努力を重ねれば、普通のフィルムカメラで、 赤外線写真を撮ることも可能である。ただし、1990年代に流行った135フィルム用のカメラにはパーフォレーションを赤外線センサで感知するもが多く、そのようなカメラで撮影するとフィルムの円の部分が観光してしまうため赤外線撮影には不向きである。大抵は説明書でその旨が説明されている。パーフォレーションを歯車などで数えるカメラであれば大抵は 撮影が可能である。赤外線写真用の白黒ネガフィルムは、波長七百から九百ナノメートルの近赤外領域の光への感度が高く、波長の短い青い光への感度も高い。コダックの高感度赤外白黒、ネガフィルムである、ハイスピードインフレッとヒエなどを用いた撮影では高輝度部でのハレーションが起こりやすいが、それは赤外線のみによるものではなく、ヒエが、 アンチハレーション層を持たないために起こる。通常のフィルムにはアンチハレーション層が設けられており、高気度部でのフィルム内散乱はその層に吸収される。ためハレーションは起こりにくい。多くの白黒赤外線芸術写真は、青い可視光の露出を抑えるため、レンズの上にオレンジ、ラッテン番号15か21、赤、23か25か29、可視光、遮蔽、72の レンズフィルターをつけて、青色波長の光を遮って撮影されている。白黒赤外線写真を撮るときにフィルターをつけるのは、短い波長を遮って、赤外線だけを通すためである。赤外線写真用白黒フィルムを使って、フィルターなしで撮影すると、画像のコントラストが青い光でつくため、通常の白黒フィルムで撮った画像と、ほとんど変わらなくなる。写真家の中には、 オレンジや赤のフィルターを使うことでわずかに青い光を通過させて写真に陰影をつけることもある。エンジ色29のフィルターを使うと青い光のほとんどを遮ることがで不透明のフィルター70、89ビート、87C、72を使うと青い光を完全に遮断してさらには赤い光の一部も遮る。それらのフィルターを使うと 赤外線写真としてのコントラストがより鮮明になる。コダック白黒用、ハイスピードインフラレットフィルム、冷えのように赤外線に好感度のフィルムは、セーフライトによっても観光するものが多く、カメラへの装填、現像といった作業は、全員暗黒中行う必要がある。赤外白黒フィルムは、現像時間は異なるものの一般的な白黒フィルム用現像液。 例えば D-76 で現像できる。コダックヒーはポリエステルフィルムベースなので傷つきにくいけれども割れやすく、撮影時や現像時の取り扱いに注意が必要である。赤外線フィルムは一般に科学的にデリケートであるため、冷凍、冷蔵保存が推奨されている。赤外線フィルム写真が難しい理由の一つは、 赤外線に高感度のフィルムの入手が難しいことである。現在、コダックは売上不振を理由に、冷え赤外線 35mm フィルムを販売中止している。コダック以外では、FK、ローライ、イルフォードといったメーカーから赤外線写真用白黒フィルムが販売されている。サイズも 35mm だけでなく、120mm などがある。ただし、 コダックヒエとは感度をはじめとする仕様が異なる。コダックヒエの販売停止により、750ナノメートル以上の波長に対する感度が良いフィルムは、FKIR820 だけとなった。カラー赤外線写真用リバーサルフィルムは、一般のカラーフィルム同様に観光層が3層に分かれているものの、金赤外線を赤として、赤を緑として、緑を青として表す。また、 すべての層が青で観光してしまうので、撮影時には青い光を除くフィルター、つまり黄色いフィルターを使用する。植物を映すと、葉が反射する光で健康度合いがわかる。波長変換により、不健康な葉はマゼンタ、桃色に、健康な葉は赤く映る。初期のカラー赤外線フィルムは、従来のイオンプロセスが使えるフィルムを開発した、より綺麗に発色させるためには、 AR-5 プロセスで現像する必要がある。ほとんどのカラー赤外線フィルムの取り扱いは完全な暗闇で行う必要はなく、赤外インデックスマークに合わせてピント再調整をする必要もない。2007年、コダックは需要の低迷を理由に 35mm カラー赤外線フィルムエクタクロームプロフェッショナルインフラレッドフィルムウェアの生産終了を発表した。 70mm 航空写真用フィルムの生産は続けるとしている。現在はデジタルカメラで赤外線写真を撮影することができるが、コダックカラー赤外線フィルムとは色の変換が異なるため似た写真を撮影することはできない。デジタルカメラは赤外線センサーを利用して様々な調整を行っている。そのため赤外線写真を撮ろうとすると、 ピントがずれたり、赤外線は可視光と合渉位置が違うため、色を自動補正しようとしたりと、障害が多い。また、衣類によっては、赤外線を通過するため、ビデオカメラでは、赤外線撮影可能な機種が出荷中止になった例がある。また、機種と撮影目的によっては、露光時間が30秒程度必要な場合もあるので、ノイズ破れなしで撮影することは、非常に難しい。 これを逆用して、被写体ブレを演出として使う場合もある。以上のような問題のほか、一般にデジタルカメラの個体撮像素子の前には、カラー撮影のためのカラーフィルタと、偽改造を防止するためのローパスフィルタがある。いずれも赤外線を阻止することは、目的ではないが、波長的には、赤外線をカットするためのフィルタは、ハイパスフィルタになる。 実際のところかなり赤外線を減衰するため、これらを取り除くことが必要である。それらを取り除き、代わりに可視光を遮るフィルターを設けることで、赤外撮影用のカメラとなる。ライブビューモニタではなく、ビューファインダーの場合、あるいは一番レフの場合には、そのように改造した後でも、ファインダー光学系には変更がないことから、通常通りファインダーを使用し、 普通のシャッター速度で三脚を使わないで撮影することも可能である。ただし赤外線と可視光線とに対する特性の違いにより、輝度などは不正確になることもあるし、一般に撮影された画像は赤かぶりを起こすようになる。また、赤外線カットフィルターを取り除くとオートフォーカス機能が正常に働かなくなることある。そもそもマニュアルフォーカスでも一眼レフで 可視光でフォーカシングして、赤外撮影したら、フォーカスが合うわけがないのはちょっと考えればわかることで、ある。他には、撮像素子が、フォブン X3 センサーのカメラを使う、という手もある。株式会社シグマのは、赤外線カットフィルターとダストプロテクターを取り外して、脳赤、または可視光線を完全に遮断するフィルターと交換、可能である。は、特殊なツールを使わずに、 赤外、紫外カットフィルターを着脱可能である。そのため、非常に高感度のデジタル赤外線カメラとして使用可能である。ソニーのデジタルカメラの多くはナイトショット機能を備えており、赤外線、ブロッキングフィルターを航路から外し、赤外線に対して高感度にすることができる。しかしナイトショット機能発表から間もなく、 この機能は一部の衣類を透かして撮影してしまうことが分かり、ソニーによって機能が大きく制限されることになった。このモードでは、絞りは完全に開かれ、露出時間が1、30秒以上にしか設定ができない。この機能は、現行フィルター、ND フィルターを使用しているため、感度が下がり、露出時間が長いためブレやすくなる。米富士フィルムは、化学操作や、 医療用の赤外線デジタルカメラを生産している。デジタル一眼レフカメラとして、最初のモデル S3 Pro Uber は、赤外線だけでなく、紫外線に対する感度も高い。紫外線に高感度のセンサーを作る方が難しい。紫外感度を最大限に生かすには専用のレンズが必要である。赤外線写真撮影であれば、普通のレンズでも可能である。2007年、富士フィルムは、 ニコン D200 と富士フィルム S5 ベースにした新型の赤外線デジタルカメラ、イズプロを発表した。このカメラには、ニコンの一眼レフカメラ用レンズ、F マウントレンズを使用することが可能である。また、富士フィルムファインピックス S9100 の改良版として、非一眼レフの赤外線カメラ、イズマイナス -1 がある。イズマイナス -1 には、紫外線撮影機能はない。他に、 近赤外光の天体撮影を主な用途としてキ n ノンから発売されたデジタル一眼レフカメラ EOS20DEA が存在する人工衛星のセンサーやサーモグラフィーは遠赤外線に対する感度が高く前述の赤外線カメラとは目的が異なるが似たような技術が利用されている放射熱が映像に映るため カメラやセンサー自身の温度を極低温に下げないと、これら機器自体からの放熱が熱雑音として映り込んでしまう。そのため管材やペルチェモトコを用いて、能動的に冷却を行っているものが多い。冷却 CCD カメラ。デンマークのフェーズ1社製のデジタルバックは、オプションで赤外線写真撮影可能な仕様で注文できる。P45 IR モデルは、 39メガピクセル、コントラスト16ビットであり、その能力は 8X10 赤外線フィルムに相当する。ニコンが製作した化学用途用写真レンズ、UV ニッコールやペンタックスの望遠鏡、SDP シリーズなど、近赤外光の撮影を考慮して、可視光線とピント位置が同じになるように設計された特殊なレンズ存在する。 また、半導体産業においては、赤外線撮像用顕微鏡レンズが使われている。これは、半導体に多用される、ほぼ純系素が可視光線では、不透明一方、赤外線を透過しやすい性質があるためである。つまり、系素を多用した半導体を赤外線撮影することにより、内部を透視することが可能になる。光学系には、 赤外域での透過性に優れた、フッ素系の光学結晶や石英ガラス、反射光学系など特殊な光学素子、光学系が多用される。これらは民生用品と異なり量産されておらず、従って一般的に赤外専用の光学系は高価である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。